さあ本日は10個ほど、最新情報をお届けしていきたいなと思います。高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ本日はですね、鬼滅の刃柱稽古編に関する最新情報ということで、ついに公式さんが動きましたね。テレビアニメ、鬼滅の刃関連イベント開催決定ということで、町遊びボリューム27にて、テレビアニメ鬼滅の刃劇版&挿入歌スペシャルライブの実施が決定と、その他にも、全10個の作品関連イベントを開催いたしますと、いうことで、マジで豪華すぎるイベントがやってきました。もちろんですね、柱稽古編に関する最新情報っていうのもございますので、まあ、最後までご覧くださいね。順を追って説明いたします。さあまずですね、町遊びとは一体何なのかということなんですけども、 UFO テーブルさんが主に企画しているイベントですね。今年の10月の開催がボリューム27となっておりまして、そんな開催日なんですけども、10月の7日から29日までとなっております。さあ現段階ね、もうこのイベントっていうのは開催されておりまして、まあ、徳島県でね、もうこのようにラッピングタクシーとかね、いう感じで本当に豪華なイベントでも開催されているんですよね。で昨年もですね、まあ、最新情報が来ていた、まあ、そんなイベントなんですけども、さあそれでは、そんな今年のイベント詳細10個ほど見ていきましょうか。はい、こちらでございます。さあまずですね、10月の28日の土曜日の5時から鬼滅の刃劇版挿入歌スペシャルライブが開催決定と、鬼滅の刃を音楽で振り返るスペシャルライブと、スペシャルバンドによるアニメ鬼滅の刃シリーズの劇版演奏に加え、かまど炭治郎の歌、かまどねずこの歌の生歌唱も決定ということで、いやこれ本当に豪華だよね。いやなんでこれをオフラインイベントでやってんのよっていう感じだよね。いやこれ本当に豪華すぎて、まあ、同時中継してくれないのかなっていう感じだよね。いやしてほしいですね。さあそして続いてなんですけども、10月の29日の日曜日の10時から鬼滅の刃目指せ鬼殺大使スペシャルステージが開催決定ということで、そんな出演者なんですけども、鬼頭あかりさんと原口大樹さんかな、となっております。で、まあこれはですね、おそらく2024年発売のゲームにまつわる最新情報のお届けとなってきてるんじゃないかなと思いますね。はい。いや、これに関してはね、本当に鬼滅テレビとかで、まあ、同時中継するのかなっていう感じだよね。っていうかしてほしいよね。うん、ゲーム情報もちょっと気になってますよね。はい。で、そして続いてなんですけども、10月の29日の日曜日の12時から、なんとテレビアニメ、鬼滅の刃刀鍛冶の里編ステージが開催決定でございます。いやーこれ本当に嬉しいんですけども、そんな出演者がですね、花井夏樹さん、鬼頭あかりさん、川西健吾さん、岡本信彦さんとなっております。いやーこれ本当にねー、いや嬉しいですね。いや岡本信彦さんはね、なんと原野の声優さんということで、いやなんかあんまりねないので本当に嬉しいんですけども、なんと皆さんここのステージで柱稽古編の最新情報が解禁されるんじゃないかなと思っておりますね。昨年の傾向からすると、このステージで、まあ、柱稽古編の情報が何かしら出そうですと。いや本当に楽しみですね。しかもですね、皆さんこれだけではありませんと、後日公開ということで、後日公開のスペシャルステージがなんとございますと。いやこれは本当に嬉しいですね。いや流れ的に、おそらく柱稽古編のステージなんですよね。ゲーム情報、刀鍛冶の里編のステージ情報ときたら、もうこれは柱稽古編の情報しかないんじゃないのと、いうことで、いや後日公開のステージ情報も、まあ、気になりますね。しかもですね、今回、告知の欄にはこんな感じで
さらにビッグイベントを後日公開予定ですと、お楽しみにということで、いやビッグイベント、これさ、鬼滅テレビと同時中継のステージとか、柱稽古編解禁ステージとかあるんじゃないのということで、いやこれ本当に嬉しいですね。または上限集結のステージ的なね、まあ一風変わったスペシャルイベントっていうのが開催されそうですと。ちなみにこのイベントの信用度っていうのは現段階で 99% となっておりまして、昨年同イベント同時期には遊郭編のスペシャルステージにてこのような情報の解禁がありましたと。そう、あの無限列車編のテレビ放送からの刀鍛冶の里編の新予告 PV の公開のあの重大告知につながる重大情報っていうのが昨年の街遊びではなんと解禁されているんですよね。いやこれ後にね、上限集結の先行上映の発表にもつながっているので、いや今年もですね、まあそういった情報につながる、まあ何かしらの本当にでかい、重大告知っていうのがあるんじゃないのかなと思っておりますね。でさらに、過去鬼滅テレビと同時中継で、まあ、最新情報の解禁っていうのもね、まああったので、まあ、本当にそういった、なんかね、もう本当にやばいんすよね。やばいんすよね。はい。で、ちなみに、このシークレット情報なんですけども、もう10月の29日まで、あと2週間ということで、まあ、来週発表されるんじゃないかなと思っておりますね。はい。10月の21日あたりに、後日公開の情報っていうのも、まあ、解禁されてくるんじゃないかなと思います。なので、まあ、また解禁され次第、動画作っていきたいなと思います。さあ、そしてみんなが気になってることなんですけども、はい、もちろんですね、10月の29日の朝の11時より、生放送いたしますと、みんなで最新情報の解禁を見届けましょうと、いうことで、まあ、何かしらね、情報の解禁があると思うので、まあ、私のチャンネルで、まあ、生配信しながら、そんな情報を見ていきたいなと思います。さあ、そしてまだ紹介していない情報なんですけども、皆さんにはですね、徳島県にぜひ行っていただきたくてですね、こんな感じで、鬼滅の刃の関連イベントっていうのも、様々開催されるみたいでございますね。まあ、こちらにも、まあ、シークレット情報っていうのはあるみたいなので、まあ、楽しみですね。10月っていうのは本当に鬼滅の刃が盛り上がる、そんな月となりそうです。さあ、ということで、ドドンとですね、まあ、いろんな情報をお話ししていきましたが、いかがだったでしょうか。街遊びっていうのは、UFO テーブルさんが企画しているイベントなので、まあ、やっぱりね、鬼滅中心に、イベントっていうのが毎年行われておりまして、最新情報っていうのも必ず解禁されておりますね。そんなイベントっていうのを、今月ついに迎えることができて、とても嬉しいですと。昨年よりも、まあ、なんか豪華な気がするので、いや、めちゃくちゃ楽しみですね。はい、ということで、鬼滅関連の情報、そしてシークレット情報も、後日動画にて、お話ししていきたいなと思いますので、また次回の動画でお会いしましょう。うっばー。